塚原古墳群にある前方公園墳、塚原古墳群にある円墳、塚原古墳群は、熊本県熊本市南区上南町塚原にある古墳群。九州自動車道建設工事の際に発見され、保存のため、高速道路がすぐ真下を通過しているという、極めて珍しい特徴を持つ古墳群となった。本記事では、敷地内にある熊本市塚原歴史民俗資料館、 および真下を通過している塚原トンネルについても述べる。同古墳群は熊本県下最大で日本有数の規模を誇る古墳群であり、4から6世紀に造成された。江戸時代の広国史や古今広県文雑記にもその存在が記述されているとされる。1972年の九州自動車道建設に伴って発掘調査が開始され、 方慶集公墓や M 墳、前方公園墳など膨大な数の古墳が検出された。1976年に国の史跡へ指定された後、同地は塚原古墳公園として整備され、77基の復元された古墳の周囲には桜、桜維細コスモスなどの花々が植えられ、遊具なども設置されている。また、熊本県民天文台も公園内に位置している。現在、 調査、整備がなされているのは、九州道のよう地上のみにとどまっているが、それだけでも、方形集公墓39基円墳、小円墳34基前方公円墳1基石灰18基石街道広む1基が発見されている。公園内にある南北2つの丘陵のうち、主に北側丘陵の南に、大型の方形集公墓が集中しており、円墳は、 北側丘陵の周辺と南側丘陵の南に大規模なものが集中している。前方公園墳は3基が存在したと言われているが、その内ちわずか古墳と花見古墳が公園内に位置している。公園外にもこのような古墳が多数存在していると考えられ、実際1975年には塚原大地全体を私屈調査したことによって古墳群が 九州道の幼稚以外にも幅広く及んでいることと、道地に集落が営まれていたことが確認されている。周辺地域も含めて、調査済みの古墳は203基あり、未調査のものを含めると、同古墳群を形成する古墳は全部で500基近くあるのではないかと考えられている。2016年の熊本地震では、墳球内の家型石棺が破損したり、 案内板が落下したりする被害が出た。資料館外観資料館屋外に展示されている、非人の群像熊本市、塚原歴史民族資料館は、塚原古墳公園内に位置する博物館である。古墳群発見後の1974年に、文化庁と熊本県、さらに当時の城南町と日本道路公団の4社による協定によって、同時に、 資料館建設の方針が決定した。その後、1983年に城南町歴史民族資料館として開館した。2010年に城南町が熊本市と合併したのに伴い、現名省へと改称熊本市立の施設となって現在に至っている。資料館は、広古歴史、資料の3つの展示室から成り立っており、 塚原古墳群のガイダンス施設としての役割は、もちろんのこと、旧、城南町に関する、出土品や民族資料などを展示し、地域の歴史、文化を発信する施設として活動している。2016年の熊本地震の影響で、発生直後から休館していたが、翌2017年7月22日に再開した。前日の通り、同古墳群は1972年、 九州自動車道の建設に伴う発掘調査によって発見された。その学術的価値の高さゆえに県民挙げての保存運動が行われた結果、当初は山を V 字に切り開いて道路を建設する予定だったものが古墳のさらに下にトンネルを掘って道路を通過させるという日本では最初となる方法で公共事業と文化財保護の両立が図られることになった。 これによって建設されたのが、長さ340メートルの塚原トンネルである。地名及び、古墳群の塚原は、塚原と読むのに対し、トンネルの案内板には、塚原トンネルと記載されており、塚原の部分の読み方が異なっている。なお、このトンネル建設のため、三船インターチェンジ、松橋インターチェンジ間は、当初の計画から2年遅れて1978年に、 共用が開始されることとなり、建設費も26億円増加した。古墳保存の関係上、地面すれすれのところにトンネルがあるため、天井板のない四角形の断面となっているのが特徴となっている。九州道の八大ジャンクションに以南は、山間部を通過するため、肥後トンネルなど多数のトンネルが連続するのに対し、同ジャンクションから北は大半が平地部であり、 山間部もトンネルを回避するルートとなっている。その中にある塚原トンネルは同区間の特徴的な構造物となっている。ここから九州道を文字インターチェンジ方面へ向かった場合、次に通過するトンネルは約 150km 先の若宮インターチェンジ、倉手インターチェンジ間にある神田トンネルである。古墳群そのものはいつでも自由に見学できる。以下、熊本市。 塚原歴史民族資料館についての情報を記載。塚原トンネルに関するカテゴリー、熊本市、塚原歴史民族資料館に関するカテゴリー、ありがとうございます。